ジョバンニビチーニは、イタリアのイタリア統一運動時代の政治家、法学者、革命家、愛国者である。中部イタリア革命で活躍した。ジョバンニビチーニは1771年6月20日、教皇領のチェントに生まれた。子供時代は、チェントの神学校に通い、その後ボローニャに移り住んで、ボローニャ大学で法学を学んだ。彼は、 ナポレオン・ボナパルトンの思想に強い影響を受け、フランス軍が北、イタリアを占領した際にはその衛星国家であるチスパダーナ共和国の建国に協力した。その後、チスパダーナ共和国とチザルピーナ共和国が合併して、イタリア共和国ついでイタリア王国となった際には、ロンバルディアの判事や監査役を務めた。ウィーン体制成立後は、 ボローニャで民事裁判所の判事を務める傍ら、カルボナリア・アポファジーメニと交流した。1831年2月4日には、強行領の大都市ボローニャで放棄が起こり、それにより成立したボローニャ暫定政府では、ビチ位には、総裁に就任した。その後放棄は、フォルリ、フェラーラ、ラベンナなどの都市にも波及し、各都市に臨時政府が樹立する。 そしてそれら都市が連合し2月6日には、ボローニャ暫定政府が発展解消する形で、イタリア統合諸州が成立するが、ビチーには、その総裁にも2月26日に選出された。総裁就任後ビチーにはすぐさま憲法制定の準備に取り掛かったが、1831年3月26日には、オーストリア帝国の攻撃を受けて、イタリア統合諸州は、 アンコーナにて崩壊、中部イタリア革命は頓挫した。その後ビチーニは、息子と共に、コルシカ島を経由して、マルセイユへ亡命したが、数年後には、イタリアの帰還し、トスカーナ大公国に拠点を置く。そこで2番目の妻カッテリーナ・アゴスティーニ、イタリア語、キャットリナ・アゴスティーニと出会い結婚するが、トスカーナ大公国に施設として訪れていた、数奇郷。 ジュゼッペ・ウゴリーニの政治的監視を受けてマッサロンバルダへと逃亡した。1845年、ビチーニはマッサロンバルダで死去した。ありがとうございます。